スペイン GP 第10戦フリー走行 21&22 日。カタルーニャサーキット、4657キロ、ペン・終わりマサヒロ、ルイス・バスコンセロス、ビザ・キャッシュアップ・ RB の角田裕樹が、初日は 20&15 番手に沈んだ。今回アップグレードされたリアウィングにフリー1回目でトラブルが出て、2回目は旧型に戻した。 他にもいろんな問題が出て、その分ちょっと遅れをとってしまったと渋い表情。特にコーナリングでの車の挙動に苦しんでいると明かし、ここまでの数戦のパフォーマンスに対しても、全然足りていない。データを見ながら準備していきたいと挽回をキス。